第3回世界陸上競技選手権大会は、日本の東京、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場をメイン会場とし、1991年8月23日から9月1日まで開催された。43種目が実施され、167の国、地域から1517人の選手が参加した。この大会では、男子100メートルと男子400メートルリレー、 男子総幅跳びの世界新記録が誕生した。なお、マラソンコースは東京国際マラソン、東京国際女子マラソンと同じコースだった。大会のハイライトは男子総幅跳びの決勝であった。男子100メートルを当時の世界記録である9秒86で解消したカール・ルイスが歴史に残る会心のジャンプを連発したが、 マイク・パウエルはそれをさらに上回る8メートル95を飛び、ボブ・ビーモンが1968年のメキシコオリンピックで樹立した世紀の世界記録を23年ぶりに更新した。なお、その記録は2017年8月時点においても更新されていない。また山下幸子が女子マラソンで銀メダルに輝き、日本人初の表彰台となった。男子マラソン表彰式では、 当時の内閣総理大臣により、谷口博美に、日本人初となる金メダルが授与された。1983、1987、1991、1993、1995、1983、1987、1991、1993、1993 1995, 1995, 1993 1993 1993 1995, 1995テレビ中継では、プロ野球、 読売ジャイアンツ元監督の長島茂雄やタレントの宮沢龍が特別レポーターを務めた。長島は男子100メートル総決勝戦でカール・ルイスが優勝した際に競技を終えて控え室へと引き上げていくルイスに対して、へイ、カール、と呼びかけてインタビューを試みたが、その模様は長島が常に日本語で語りかけるのに対し、ルイスは英語で返答するというものだった。 両者のちぐはぐな構図は、テレビ番組制作者の関心を集め、長島のルイスに対するインタビューの場面は、日本国内のテレビメディアでしばしば取り上げられた。1980年代からは、プロ野球を笑いの対象とした、プロ野球人プレーコープレー対象という番組が、すでに放送されていたが、この大会後に、芸能人とスポーツ選手を隔てていた垣根は、 急速に取り除かれ、視聴率を獲得するための工夫の一環として、スポーツ選手や競技を笑いの対象とみなした番組作りが行われるようになった。スポーツ選手を笑いの対象とした番組作りについて、スポーツ関係者や研究者は、スポーツ認識の先迫さの現れと指摘している。ありがとうございます。